はいどうも、ピボです。今日はお風呂場から失礼します。ちょっと反響して聞きづらいかもしれないんですけど、ご容赦ください。最近ジャパンは地震が続いてるんですよね。先日は東北、九州、そして関東地方、大きな地震が続いています。レイアウトが崩れちゃって水槽のリセットする方もいると思うんですけど、今回は水槽を洗う動画です。一軒家だったらお庭とかで洗えるんですけど、賃貸住宅だとなかなか水槽を洗う場所もありません。今回はそんな方のためのお風呂場で水槽を洗う方法、あれ前回もこの動画やんなかったかと思われる方は、いつもご視聴ありがとうございます。前回もやりました。一応ね、おさらいを兼ねてというか、一応役に立つ動画だとは思うので、何回やってもいいかなと。こういう小さめの水槽から30キューブ水槽とか、あるいは60センチ規格水槽くらいまでなら、お風呂場で洗うことができます。同居人の許可を得てからやりましょう。では、洗っていきましょう。お風呂場で水槽を洗うときに、めちゃめちゃ役立つのが、これですね。発泡スチロールの蓋。チャームさんとかで、水草とか買うと、保温のために発泡スチロールで入ってくることがあります。これはまさに、その時の蓋なんですけど、もちろんスーパーとかでもらえる発泡スチロールの厚めの蓋、もしくはお風呂場用のマット、そういったものをご用意ください。というのも、こういう水槽、オールガラス水槽ですね。硬い床面に置いちゃうとすぐ欠けます。あれ、ガラスってこんな脆かったっけみたいなぐらいの勢いで欠けます。台所のシンクとかに直接置いちゃうとほんとすぐ欠けちゃうんですよ。なのでお風呂場、もしくはシンク、ガラス水槽を置くときは、絶対にこういったマットなり発泡スチロールなり、ガラスを保護するものを敷きましょう。これ必須ですね。水槽に残ってるソイルだったり低床だったり水草だったりをそのまま流すわけにはいかないので、この不織布、目の細かい水だけを通すネット、100均とかで売ってるので、これを用意します。このザルはなくてもいいんですけど、この不織布、水入れてるとダバーってなって、あーってなってこぼれちゃうので、なんかこういった感じで入れとくといいと思います。本当は完全にこれをかぶせれたらよかったんですけど、サイズ的に合わないので、今回はこんな感じで使います。これを排水口のところにセット。それとメラミンスポンジですね。これは皆さんお持ちかと思います。水槽を洗う時にはとても役立つメンテナンスの必須品。あとはシャワーですね。手元でオンオフできるととても便利です。じゃあやっていきますかやる前から疲れてる。やっていきますか。すいません、なんかすね毛とかって言ったらごめんなさい。いや、とってもね、体勢がきついんですよね。うちのお風呂場、めちゃめちゃちっちゃいので、困っちゃいますね。あー、ちょっとビオレ U 使ってるのバレちゃいましたね。やばいやばい、個人情報がバレちゃった。じゃあ、これをこちらの不織布袋の中に捨てていきます。当然、角に残りますよね。これはこの傾けた状態でこの水槽の中にシャワーを当てると勝手に流れていきます。今ね、撮影しながらやるのがとても難しいぞ。これでいくか。よいしょ。オッケー。水槽の中は空っぽになりましたね。こちらには水槽の中に入っていたものが不織布の袋の中に全部とどまっています。これはそのまま廃棄ですね。さあ、ではガラス水槽を洗っていきましょう。メラミンスポンジ、水に浸して洗っていく。この作業はね、楽しいですよね。ただこの時に絶対に砂とか噛まないように気をつけましょう。大事なガラス水槽ですから、傷をつけないで長く使いたいですね。この作業を見てるだけなのもあれなので、雑談でもしますか。さっきまで水槽を買おうかなと思ってネット見てたんですよね。今欲しいのが20センチキューブ水槽。ちょうどこの水槽が8リットルぐらいなんですよね。ことぶきさんの水槽なんですけど、もう売ってないっていう情報もあって、同じくらいの水量の20キューブ水槽買おうかなと思って探していました。20キューブ水槽もことぶきさんが安いんですよね。1700円ぐらい。ちょっと南沼エビを
飼育する水槽を立ち上げようかなと思って20キューブ水槽を検討しています。南の単独飼育だったらフィルターとかもいらないので20キューブぐらいでちょうどいいんですよね。じゃあこれ使えばいいじゃんっていう話なんですけど、この縦長水槽ちょっと飽きちゃって、もうちょっと見た目の可愛らしい水槽がいいなと思って20キューブを検討しました。アクアユーもねいいんですけどね、古いやつ最近売ってないし何より高いですからね。なかなか水槽に1万とか1万5千とかかけられない。そういえば ADA の水槽が10月中頃から値上げですね。60センチ規格水槽が1万2000円。高級水槽ですね。なかなか手が出ない。それだけ綺麗だとは思うんですけど、簡単には買えないですよね。ただ最近チェックしてる熱帯魚屋さんは、たまに ADA の水槽セールやってるんですよね。キューブガーデン 10% オフとか、そのぐらいで購入することができるみたい。ADA は通販やってくんないから、そういったところで狙っていくしかないのかな。雑談している間に水槽の内側の掃除完了です。じゃあ外側も簡単に磨いていこう。外側なんて大して汚れないから適当でいいですね。指紋汚れぐらいしかつかないかな。この水槽も結構角が欠けてるので取り扱い注意ですね。よし、 OK。はい、これで水槽の掃除完了です。見事綺麗になりました。水槽を傷つけることなく、角を欠けることなく掃除完了です。皆さんもやむを得ずリセットした水槽をお風呂場で洗うときは、発泡スチロールやお風呂場マットを敷いて、余計なゴミを流さないような対策をして快適に掃除をしましょう。というわけで今回の動画は以上です。今回地震で水槽被害遭われた方いらっしゃると思うんですけど、今後の余震にも気をつけてアクアリウム楽しんでいきましょう。水位は 10% 下げ進行でいきましょう。それでは今回もご視聴ありがとうございました。もしよければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。